トランクスを休ませているわ。傷は治したけど、ずいぶん消耗しているみたいで、目を覚まさないのよ。邪念場相手に頑張っとったからの。ま、命に別状はないから安心せ。すまんが、次の歴史改編もお前さんに何とかしてもらわんといかんようじゃ。まだ歴史が完全に修正されていないのよ。次の魔人ブーは自制心を失った悪そのもの、一番厄介な存在になってるわ。これが最後の戦いになるはずじゃ。頑張るんじゃぞ。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。
これで一安心じゃな。早く帰ってこい。トランクスもさっき目を覚ましたところで。待ってください。俺は地獄で見たんです。ジャネンバの他にもう一人ミラの仲間がいました。どういうこと？奴らの狙いはこれまでの戦いで生まれたダメージエネルギーの回収なんです。今もその近くにダメージエネルギーを回収してる奴がいるはずです。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言っても。喋ってる途中なんだけど。強くなったようだ。お前の底力を見せてみろ。ミラを倒せこなす。俺も出てきます。こりゃ落ち着け。お前さんはこの歴史には責任を持ろうが。差別のやつが出てきちまったぞ。イルス、俺にイラついてんじゃねえか。いつまで待たせるんだよ。おい、お前ら、いい加減にしろよ。うるさい、もう少し待ってろ。あの箱されなんてことを言ってくれるじゃん。僕が誰だか分かってて喧嘩を売ってるのかな。ビルスだろ。この宇宙で最強の破壊神、それだけ偉い神だ。少しは考えになったらどうだ。僕の力を分かっていながらここまで立てついたやつは久しぶりだ。その度胸に目が。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。そろそろみんな破壊しちゃおっかな。まずいぞ。全部吹っ飛ばされる。ちょっと待った。時の海王子様、今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。暴れるのをやめてくれたらそのプリンを全部あげますよ。どうですか。
まあいいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり、プリンタイムだ。なあ、オラにも一個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか。いらん、興ざめだな。決着はまた今度。私にもいただけますか。足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです。私ですけど。マジや。あらら、完全に切れちゃってますね。これはいけませんね。早く取り押さえないと。あなたにも手伝ってもらいますよ。これは太陽を2個壊しちゃった時と同じくらい切れちゃってますね。まあ時の海王神の料理はすごいですね。破壊神の理性を吹っ飛ばしてしまうとは。それはそれは褒めてませんよ。まったく面倒ごとを増やさないでほしいものですね。しまーく、オーラも叩けてけど。あんなものを食べちゃったんですからね。無理ですよ。あなたはしばらく休んでなさい。やりますよ。サイヤ人でも一つでの力を持った方はなかなかいません。いかがですか、ヴィルス様の次の破壊神になるのか。はい、ストップ。うちの隊員を引き抜かないでくださいよ。それも残念。落ち着かれたようですね、ヴィルス様。こっちもやっと腹の痛みがマシになってきたぞ。すみません、ヴィルス様。お詫びに今度お弁当でも。やめろ、僕を殺す気か。君の料理はもうこりごりだよ。
なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。よかった。地球もなんとか破壊されずに済んだみてぇだ。そっちの事情はよく知んねえけど、助かったぞ。ありがとな。お疲れ様でした。今回は特にヒヤヒヤしましたよ。まさかビルス様が出てくるなんて、ほんと危機一髪だったわね。誰かさんのせいでの。何よ、私のプリンがなかったらもっと大変だったかもしれないわよ。しかし結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がしてしまいましたね。奴らの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は食わんぞ。さて、向こうは次にどう出てくるか。